僕はズバリですね、そのね、中日のね、ダイヤルがね、もしかしたらね、強力な助っ人になるんじゃないかなと考えてますね。外人にはこう珍しくですね、こうタイプアップ式のこの握りの太いですね、こうバットを使ってるわけですよ。それも2種類に分けて、重いのとややそのグリップの細めのタイプアップの2種類を使い分けてるわけですね。ですからこの選手はね、相当考えたね、バッティングしてるなというふうにね思いまして、日本の選手もね見られなきゃダメだなというところがオープン戦で見られましたから、その年俸安い割にはね、ちょっとやはりおすすめといいますか、もう一軍はもう確実ですよ。パ・リーグになりますけども、ダイエーのウィリアムズですかね、足、肩、これはもう最高のもの持ってますよね。ですからこの選手もちょっと興味を持って見てみたいなと思いますね。まあ、今回来た中では年俸ナンバーワンのブラッドリーですか。見ますと足、肩、バッティング、ちょっとこう期待倒れかなという感じで見てますね。バットのヘッドがこう下がってくるわけですね。下がってきて打ちますから、本当にその最後のインパクトの瞬間のこのヘッドが効かせれない打者なんですね。打ち取るのには相当穴がありすぎるかなという感じなんですね。Early in the season, I think eventually they're going to get worn out before I will, and hopefully I can take advantage of it when that happens. そうですね。あとはドラッグクルーズのね、僕肩、これは日本球界でねナンバーワンじゃないかなと思うんですね。太陽のレイノルズも、レイノルズもいいんですけども、僕はそれ以上だと思います。I'm sure when the opening day comes around, I'll be able to give 100-110%. Right now, I'm doing 90-95 just to make sure that nothing happens as far as injury-wise. 彼は独特のラインドライブが、メジャーではね、多かったんですよ。それが日本に来て、その落ちるボールをいかにそのうまく打つかが、レイノルズのポイントになると思うんですね。それを思いっきりこう引っ掛けちゃ、ピッチャーの、それを思うツボにはまりますから、それをまあこう打つのがこれからの課題だと思いますね。一方、期待外れの選手たち、阪神のオマリーは左太もも肉離れが完全に治らないまま開幕を迎えそう。ヤクルトの3番が期待されていたジョニー・レイ、オープン戦出場はたった2試合。パワーはあるが1軍ではまだまだの近鉄オジー・カンセコ。じっくり彼は2軍で本当に基本から教えてもらったら、僕はそれは素晴らしい選手になると思います。やっぱりちょっと2年ぐらいは辛抱してですね、見てみたいなという気がしますね。順番つけて言いますと、まず、ヤング、アンダーソン、でバートソス。やっぱり一番いいのはヤングと思う理由は、まあ、外人特有のバックスイングが非常に小さく、フォローが大きく、バッターからすればタイミング取りづらい。これはやはり、若いし、日本のストライクゾーンを掴めば一番僕は、活躍すると思います。The hitters here are pretty good, you know, disciplined hitters. They make good contact. You know, they don't strike out too much here. まあアンダーソンに関しては、そんなに、なんて言いますか、たくさん勝てるようなタイプのピッチャーじゃないし、まあ実質はそこそこはできると思いますけど、ただ、そんなにたくさん勝つほどの、まあ、魅力というか素質というか、僕はないと思います。I think I'm fairly similar to a lot of the Japanese pitchers. I need to have good control. I think the one thing that I have that many Japanese pitchers don't have is the big curveball. バート・サスに関しては、この前投げたのを見ますと、まあ、130そこそこしか投げれませんし、ウエイトの点でトレーニング不足とか、いろんな点で心配することが多いと思いますから、僕はそんなに、期待できないんじゃないかと思います。アンダーソン、バートソス、僕は勝っても10勝ちょっと、年間お風呂に出て10勝ちょっとと思います。ヤングは、安い割にお買い得です。